日は視聴者さんのコメントで気になっていたしじみラーメンに挑戦したいと思います。霊夢の飲むウドのコーヒーは苦いよ。まずはチャーシューとスープ作りから始めます。昆布の出汁を取るよう弱火で加熱して沸騰する前に取り出します。豚肉とネギと煮干しをザバーン。沸騰させてそこからは弱火で40分煮ます。グツグツ。水が少なかったのでちょい足ししました。チャーシュータレを作ります。醤油とみりんとお砂糖を入れて一煮立ちさせればチャーシュータレの完成です。混ぜ混ぜ。こちらが40分経ったチャーシューです。このお肉を袋に入れて先ほど作ったチャーシュータレを投入。冷蔵庫で40分寝かせます。今回はこちらのしじみを使います。砂抜きをしたらしじみの出汁を取るね。鍋に水とお酒と生姜を入れたら沸騰させます。ニコニコ動画。パンチを求める方はニンニクを入れちゃいましょう。アクが出てきたら取り除きながら5分くらい煮ます。こんなんできましたけど味見すると意外に塩を感じるね。それでは仕上げていきましょう。しじみの出汁を 200ml、 いりこ出汁等を 150ml 取り出したら鍋で合わせます。ダブルスープ。こちらを加熱して盛り付けることができたら完成。特製しじみラーメンだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。ヨウムから召し上がれ。それではいただくにょん。はぁ、もぐもぐ。まあまあうまい。かなり優しいです。スープの味ですが、最初に煮干しが顔を出して後からしじみがひっそりと覗いてくる感じです。豚肉の脂はスープにちょっぴりのコクを与えています。チャーシューは安定の美味しさで本格満腹大満足。今回のスープは薄味なのでお好みでお塩を加えるのもありかもです。余ったチャーシューはカレーチャーハンにしたよ。ご視聴ありがとうございました。次回は5月2日の木曜日だよ。北斗の掟は俺が守る。